佐竹義靴は、江戸時代後期の大名。では国久保田藩の第11代藩主。佐竹氏第29代当主。通称は次郎。下には14人下、自重、右京大部。第10代藩主、佐竹義雄の次男。母は安倍氏。陽名はおすまる。高下3年11月4日、父、義雄の死去により、家督を相続する。 安政元年10月15日、13代将軍、徳川家貞におまみした。同年12月16日、14位下自重、右京大部に助任される。安政2年5月11日、初めてお国入りを果たす。同年10月10日、反省の実権を握っていた、家老、佐藤右衛門に実況を命じる。その一派も処罰し、政治の主導権を握ろうとした。 また、解剖警備の強化や、織物業を中心とした、新産業の奨励などに努めた。安政4年3月28日、山内と介の娘悦子と結婚。同年5月20日、二度目のお国入りをする。同年5月21日、一門、佐竹義則が佐藤らの復権を図る、クーデター未遂事件を起こす。同年六月三日、発病する。 同年7月1日秋田で死去、去年19。法法は、県領院文武、人氏広氏。母墓所は、秋田県は秋田市線三武根の天徳寺。正室に、山内と介の娘、悦子を迎えていたが、子女に恵まれず、末期養子として、久保田日田藩主の佐竹義孝を迎え、家督を相続させた。ありがとうございます。